1>, 1月13日、千葉県千葉市の幕張メッセで開催中の東京オートサロン2024にて行われている e スポーツイベント、東京オートサロン e スポーツエクスペリエンス、内で、リアルモータースポーツで数々の実績を残してきたトップドライバー5名が出場した、オートスポーツカップアット東京オートサロン2024倍グランツーリスモ7オートスポーツカップ、が行われた。多くのモータースポーツファン、 そして e スポーツファンが詰めかける中、第1レース、第2レースともに大湯都市が勝利を飾った。写真、e スポーツでも連勝を飾った大湯都市東京オートサロン開催中、国際展示場 2F のコンベンションホールにて、見て、挑戦して、楽しむ e スポーツイベントとして行われている東京オートサロン e スポーツエクスペリエンスでは、e スポーツ競技にも選定されているグランツーリスモセブン。 格闘ゲームの『ストリートファイター6』の私有代が設けられているほか、e スポーツファンには絶大な人気を誇るストリーマーや、プロ e スポーツ選手、そしてリアルモータースポーツで活躍する有名ドライバーが出演するさまざまなコンテンツが実施されている。開催2日目となった1月13日には、モータースポーツ専門誌、オートスポーツの冠がついたオートスポーツカップが開催。 脇坂潤一松田次男、野尻智樹大湯敏樹岩佐歩夢と国内外で活躍してきたトップドライバーがグランツーリスモ7で2回のレースに挑んだコースやマシンといったレギュレーションは直前まで参加ドライバーにも明かされておらず本番直前に5分ほどの練習時間を設ける形で実施第1レースの舞台はデートなトライオーバルを発集 マシンは2016年式 GT500 車両となった第1レースのスターティンググリッドはドライバーの年齢順となり脇坂がポールからスタートしかし脇坂はオープニングラップのターン1立ち上がりでフロントロースタートの松田と接触ベテラン2選手が後方に沈む中優勝争いは今季全日本スーパーフォーミュラ選手権に参戦する大湯野尻岩佐の3選手に絞られた スリップストリームはリアルに設定されたため、3選手は激しいポジショニング争いを展開、e スポーツながら思わず強嘆の声を上げてしまうほどの3ワイドバトルが随所で繰り広げられた。大湯が5周目にインカットしつつトップに浮上するが、強制原則0.5秒のペナルティを受けることに、ただ、スリップが使える大湯はすぐさまのじり、岩佐の背後に復帰。3台がテール・トゥ・ノーズとなる中、 ファイナルラップの最終ターンで0.048秒のじりを先行した大湯が第1レースを制し、第2レースのポールポジションを獲得した。2位は野尻、3位は岩佐、4位は松田、5位は脇坂となった、第2レースは首都高をモデルとしたグランツーリスモ7オリジナルコースの東京エクスプレスウェイ南ルート内回り、50周、マシンはスーパーフォーミュラ SF23 となった。スタートでは、 5番グリッドスタートの脇坂が抜群の蹴り出しを見せターン1のホールショットを奪うただ立ち上がりで大湯と岩佐が先行するこれでトップとなった大湯だったが試験区間でスピンを喫してしまい最後にこれで岩佐が後続を3秒引き離しトップに浮上するただ大湯は3周目には2番手に再浮上 最速ペースで岩佐の背中を追うが、大湯はあわやピットレーンに入ってしまいそうになるという痛恨のミス、さらにその後のスピンもあり、8秒の強制減速ペナルティーを受けることに。ただ、大湯は6周目に松田をパスし、2番手の座を取り戻すとオーバーテイクシステムを使用し、7周目には7秒あった岩佐との差を5秒まで縮める。 王湯との差が3秒まで縮まった8周目の最終ターンで岩佐がウォールにヒットし2秒の強制減速を受けることにこれで王湯がトップに浮上してファイナルラップを迎えたここまでほぼ OTS を使用していなかった岩佐は OTS をフル使用し王湯の背中を追う2台の差は1秒を切ったがポジションを入れ替えるまでには至らず0.533秒差で王湯が優勝2位に岩佐 そして3位に松田、4位に脇坂、5位に野尻が続いた。オートスポーツカップの模様は東京オートサロンのオフィシャル YouTube チャンネルで視聴可能だ。また、東京オートサロン e スポーツエクスペリエンスは明日も開催される。1月14日は、国内屈指の人気を誇るプロゲーミングチーム、クレイジーラクーン、クレイジーラクーン、 に所属するプロ格闘ゲーマーのどぐらしプロデュースによるストリートファイター6のエキシビションマッチや e モータースポーツテクニカルトークショー国内最大級の規模で開催される e モータースポーツ大会オートバックスジェグトグランプリの2023年シーズンの年間王者を決める最終戦が行われこちらも大きな注目を集めることになりそうだ 各ステージの出演者などは東京オートサロンのオフィシャルサイトを確認してほしい。